お世話になった場所でゴミ拾い活動。というわけで、この活動は皆様のスーパーサンクスなどで継続させていただいております。本日までにスーパーサンクスをいただいた方へのお礼はこの動画の最後に紹介させていただきます。というわけで、今回は市原市、まあここでのプレミア動画は前日に公開されていると思いますが、今回はそのお世話になった市原市をゴミ拾い活動していこうかということですね。なるほど。まあ前回の動画ではやっぱりそんなに観光地というか、そういう場所は紹介できなかったので、そうですね、今回まずここがなんか調べた限りだと、僕らが調べた感じだと一番市原市内ではパワースポットということで、紹介されている大宮神社ですね。なんか中ちょっとギュッとしてたね。いろんな神社が集まってたような、地域で大切にされている場所なんでしょう。まずこの周辺をゴミ拾いして、なるほど、今日はあとまあなんか美味しいものとか見つけたい。ああいいね、美味しいもの食べて地域貢献だから、もう今日は恩返しってことで、これを見てまた、あ、じゃあ自分も行ってみようという話です。最高やん。ちょっとまあやっていきますか。じゃあもう拾っていきましょうよ。そうだな。よし、はい、じゃあ早速もう目の前に、まずはじゃあこの一発目のゴミからスタートですね。ダメやね、目の前にこれ捨てたの。でもやっぱりこの神社周辺はあまりゴミはないな。っていうか、車で移動しながら思ったけど、あんま市原市ゴミ落ちてないな。綺麗やったね。なあ、千葉やのにな。千葉なのにな。本当よっぽど千葉嫌いなんだろうな。そこまで思ってないよ。ゴミはでもまあ、周辺はあんまないかな。確かに全然落ちてない。かなり今日はでかいゴミ袋もらってきたんでね。そうですよ、いっぱいにしなきゃいけないですけど。あ、よし、ゴミ、皮とかそういうあんまり手が入ってない場所行った方がいいかもな。この辺住宅街すげえ綺麗なんで、なるほどね。歩道もでかいし、家も大きい家いっぱいあるし、ちょっとだけこの大宮神社さん中見えるけど、こういう、いろんななんかお参りする場所がいっぱいついてるんだよね。なんかすごかったよな、いろんななご利益があって、あれが不思議なのよ、なんか山みたいな。そうそう、あれ不思議、あれ神社なんだって。やばい、何あれ、もうそんな何あれみたいな言い方してもあれだけど、悪い、申し訳ないけど集合体恐怖症あれも発動すんのよ。だってお前が集合体恐怖症を発動しないのは自分のおでこだけじゃん。だからなんでやねんな、スカスカで。これ集合体じゃ、俺の髪の毛も、まあ、なん毎回言うな、スカスカ、俺がこの話題言うために。スカスカだからセーフやみたいな。集合体ではないからな。集合体じゃん、お前。俺からしたら集合体や。全然集まってねえからな。いや、でも確かに俺、鏡で自分の髪の毛見ても気持ち悪くはならんけど。だろ、がっかりするだけやから。なんで落ち込むねん。寒気はするだろうしな。楽しいな。あ、でも綺麗。ゴミがやっぱないから、ちょっとゴミある場所を探しに行くか。ちょっとずつ溜まってきたな。溜まってきたやんか。すげえ、この今日はめっちゃ日に焼けそうだな。焼けるよ。うわ、これは無理だな。うわ、これはやべえな。これ回収できれえな。これはこれ結構きついな。ぐこんなに大丈夫だよ。うわ、一応手で持っていくか。いやでもこういうのね、気をつけて回収しなきゃいけないんですよ。っていうのも僕らあれですよね、罰金制度導入したんですよね。ほうほうほう。これだから車、ゴミ回収して、はい、車で持っていくじゃないですか、だからしっかりこの袋密閉しとかないと、今みたいにね、まあ、今みたいな虫が車の中に湧いたり、あともう汁が垂れたりするわけですよ。ちゃんとこう袋で密閉してから車に乗せてって言ってるんですけど、はい、山中何回言ってもそれやってくんなくて、はい、何回も車の中に虫沸かしたり汁こぼしたりするわけで、はいはい、まあ多分山中のことだから、はい、多分それやって車汚して、いざ車クリーニング必要になったり、シート必要になって、シート張り替えが必要になっても、多分絶対お前自分一人では金払わねえじゃん。よう分かってるやん。俺にも払わせんじゃん。それはさ、コンビなんやから、お前コンビだったらコンビの車もうちょっと大事に預かよ。あれ俺だから、だから
これからは車にゴミをね乗せるときちゃんと袋密閉しないと罰金制度にしようっていう話をメンバーシップの動画で言ったらですね、皆さんから大賛同大賛同やったな山中さん、なんか自分の車じゃないからってそんな汚く扱わないでくださいっていうコメントもいっぱい来てたから、もうまさに俺なんかそれ言っちゃったらお前が悪者になるから言わない方がいいかなって思ってたんだけど、みんなちゃんと分かってくれてショックや。俺はな、あの書くんなのよ、あの自分のミスは人に拭ってもらうっていうのはもう書くんな、山中家書くんなのよ。そう、家族まで巻き込むのよ書くんやから家族まで巻き込んでていうか書くん関係ねえだろお前。書くんや。いや書くんじゃない、自分が自分のミスは人に拭ってもらえっていう、書くん自分のミスっていうか、だから別にミスとかじゃなくて、うん、人のもんだから汚してもええわっていう精神だからでももうな、やっぱり金の力はすごいね。何が罰金制度導入されてからもう絶対もう、うん、金払いたくない払いたくないで、そうだな、頭から離れない。お前のとりあえずゴミ袋縛る、お前のドケチ精神を超うまいことだ。ゴミ袋縛る縛る、まあそれが今まで普通だったんだけどな、お前以外のいやもうお前が罰金制度導入してあんだけコメントなんだら、メンバーシップの人の大惨事半端なかったから、うん、だからまあそういうね、メンバーシップもぜひよろしければぜひ皆さんね、そういう裏話も聞きたい方この罰金制度なかったらってこれからもお前、まあ別に俺そんな乗れへんから虫湧いてもええわ汚してもええわって思ってたわけだから、だったら俺だけ電車で行くみたいな、うん、最低だろ本当お前で本当にもうこれ以上やばいってなって車シート張り替えとかなったら、うん、なんで俺一人で払わなあかんねん下向いてるからずっと、おめえしか汚さねえのに罰金が導入されたっていう事実があるわけですね。そうだな、うわ、うん、そっか、これあれか、メンバーシップ動画じゃないから、みなもっと皆さんにも知り渡るのか、うん、全員に見てもうわ、メンバーシップやったら何がお前ね、目撃させてないのに、少しでも自分のなんかそういうだらしないとこバレたくないみたいなうわもうまあまあこれがでも山中の本性ですから。いやそんなん別に前々から言うてるやないかそんな本性ですからしょうがないですよね。書くんなんやから前から言うてるやないかって言ってる割にはメンバーシップ以外で言われるの嫌がってるじゃないですか。当たり前やろお前、まあまあ、少しでもなんか可愛い山中さんと思われたいって思ってるって言うてるやないか。遅えよお前、前から言うてるやろ、可愛い山中さんと思われたいって。遅えよお前、なんで人顔ちっちゃく見られたりし、なんで人に嫌な思いさせてまで自分可愛く映りてんだ。さあゴミでもやっぱり綺麗やな。ある、あ、あった、よし。ここゴミすごいな。すごいんやけど、ここ、うん、うわうわ見て見て、ほら、うわタバコが、これはすげえ大量やぞこれ。これよく火事なんなかったら、やらかしたなこれ。ちょっとなんか路地裏というか、なんていうんだろう、あんま人が来ないようなとこだから、はい、捨ててくんだな。ここのちょっとじゃあゴミ回収していくか。さあ周辺のゴミ拾いましたね、とりあえず。なんかいっぱいあった。ああとりあえずこれをいっぱいになるぐらいは集めたかなっていう、はい、多分あれだな、この川の泥をすくってこの辺に捨ててたんだろうね。そっか、ちょっとだからあのさすがに完璧には取り切れませんでしたが、とりあえず、僕らは回収できる範囲を回収してという感じですかね、はいはい、うん、まだでもちょっとあんまり範囲拾えてねえから、ちょっと場所へ移動しましょう。じゃあそうしましょうか、時間もあれながら、はい、行こう。さあ前半終わったところでやっとお食事タイム。うわあ美味しそうな。なんか千葉ってさ、うん、普通の道の駅だけじゃなくて釜山の駅っていう、うんうんうん、なんか千葉独特の、まあ、道の駅みたいなものが、でちょっとここでまず美味しそうないつも通り探すのと、うん、もう一個ずっと目の前にもなんかすごい評判がいいやつがあったんで。あの別にね、時間短縮したいから近くで選んだわけじゃなくて。そう見える。まあ、実際ちょっとリアルな話すると前半のゴミ拾いが思いのほか時間かかりすぎて、このあと他の撮影しなきゃいけないんですけど、今予定がもうめっちゃギリギリになっちゃって、もうギリギリなんでしょうがないから、この2つで。でもどっちも良さそう、評判良かったからな。いや気になるの正直見えてます、佐野駅気になるな、まあ、あっちもすげえ評判良かったからね。じゃあどっちもお互いちょっと両方気になるもの買って車に集合しよう。買いまくりましょう。よっしゃ、
さあ、お食事タイムです。お腹すいたー。いやね、時間がね、いろいろ経ったよ、もう。結構、金かけて来てんのに、このまま時間がやばかったら俺ら何してきたんだなっちゃうから。いや、ほんまや、じゃあ、やべえ。もう、早速食べたくわ。さあ、急いで行くわ。急いで食わなきゃやべえ。なんかめっちゃ美味しそうなのあったの見たこれ。キンタン。うん、そう。うん、韓国の。そうそう。いきます。流行ってるから。うん、よし。ちょっともう俺も急いで食うか。美味しいなぁ。ちょっとなんか前半、ゴミめっちゃ時間かかんなかった。しかも、映像めっちゃ地味だからさ。一番嫌なパターンや。そうなんだよ。多分だからそんなに動画としては微妙なのに。やばいって。僕もさ、うん、結局、やべえ時間ねえっつって選ぶの早くパパッと選んだから。俺おはぎで。俺もおはぎ。うん、いや、おはぎうまいわ。なんか名物書いてあったよな。うん。前に使えたったら川長いのこれな。坊野駅、あ、ふさの駅か、うん。実は俺ら来たの2回目なんだけどな。え、その時も、ここじゃない。あ、その時も、おはぎとかだったっけ？その時も、おはぎ食べた。あ、俺も食べたんじゃねえかな。俺今初めてって言ったと思う。やっぱでもうめえわ。あー、うまうん。甘いね。久々に食うおはぎって何でもなうめんだろうな。うちちょっと早く食わなきゃいけないのがあるんだけど。シュークリーム。あ、俺も。あ、やっぱ買った。なんかパパってお互いパパって選ぶと被るな、やっぱり。そうな。見てるから、趣味、食の趣味が。正直、このシュークリームはでも、目いったな。うん、いったな、おいしかった。うん、うまっ。いや、めっちゃ美味しそうにさ、うん、並べられてたんやな、これ。うん、うわっ。うん。中のクリーム冷たくて甘い。なあ、外もサクサクだし。うん。まあ、この後は、ゴミ拾いながら、うん、あの、ゴミ受け入れてくれるところに持っていかなきゃいけないから。うん、急がなきゃ。あと俺も早く来ないなんて、アイスクリーム。ちょっと甘い。甘いもんばっか。うわ、濃厚や、ピーナッツの風味。濃厚や。あれちょっと気になってた。栗まんじゅうっていうのがこの栗まんじゅうがすげえ色が濃いから、キノさん。な、慌てて食ってな。前半ね、ゴミ時間かかりすぎだって。なんだなんだ。映像地味なのに、時間かかるっていうな。おー、普通の栗まんじゅうだけど、うんうん、栗が1個入ってて、すごい喉に詰まるな。千葉といえばこれなんだよ。いろんな味のピーナッツ詰め放題、うんうん。これ、まずはレアチーズ。はい、よっとして。うん。プリン。わあ、プリンもあるやん。それいちご。いちごなんや。うん。ピーナッツなんや。そうだな。まあ、美味しい、美味しい。あと、プリン。あ、それもうまそうだったな。いや、気になったよ。うん。プリン絶対。あ、それがむしろ一番抑えてたよな。人生の。濃厚。うん、忙しかったけどやっぱ行きたいな。食べるかな。うん、うん、あー美味しかった。おめでとう。わらびもし急ぎすぎて、うん、判断力にぶって羊羹丸々1本買おうとしたからな。判断力にぶって全然それ一人で丸々無理やろ。うん、うまい。あれがこう最中でゴミ拾いは正直先に食ってから撮影した方が頭もあるかもな。うん、ぼーっとしながらただひたすらゴミ拾ってたからな。まあ体力回復ということで、うん、ちょっとなんとかそのゴミ受け入れるところに持っていきつつ、うん、その途中でゴミ見つけたら拾う、うん、じゃあ行くか。ちょっと時間がねえからな。よし、ゴミ拾いラストスパート行こう。はいはい、時間がまた移動してやるぞ。これ時間との戦いだ。あ、でもまあ落ちる。あ、落ちる落ちる。よいしょ。このこれ30リットルだっけ。それ30リットル、うん、これちなみに多分映像地味だからもう映ってないかもしれないですけど、うん、3袋目ですから2袋はもう満杯に燃えるゴミだけで満杯にしてあるんで。それ聞くとめっちゃ集まってるね。うん、うん、これもでっけえゴミが。靴じゃないのそれ。靴。お、これ、これできるぞ、これ。お、よし。急げ。よし。
来てる来てる、時間との戦いだ。さあというわけで、なんとか時間はどうか、まあ、正直ちょっと微妙な、いやもうかなり過ぎた予定はオーバーしたけど、まあでもまあゴミ拾いはなんとか満足できるところまでできて、なんとか無事にゴミもその受け入れてくれるところに持ち込めたので、はい、そうですね、完了ということですね。そうだな、はい、ゴミ拾いしてからの次の動画だからでさっき正直ヘテヘトだ。いやし、さっき俺アイススター食べて、で俺らもう一気食いしてたやん。めちゃめちゃ俺お腹下したマジかお腹確かになんかさっきべちゃべちゃみたいな出てないわちょっとゴミ袋貸してくれやって言って、なんかおむつみたいに入ったからいやまあ結構あれ丈夫やったからあそこに足もちょうどよかったんやけど、でもそれはまあ次行ったとこでうんこする。うわすげえな、うん、ちょっとじゃあ結局綺麗にしたけど余計汚して帰る可能性が、汚さへんわ、まあ、ちゃんと便器の中に入れるわ、はみ出さへんねん俺。うわまあでもなんとか、無事にできた。汚い話しちゃうが辛いこと。そうだな、急いで時間ないとそういう弊害も生まれるからな急いでアイス食べるからうんこ漏らすっていうな。いややばい本当に確かになんかお前な、お腹痛くなると髪の毛引っ込んで下から出てくるでしょって。わけわからん、どういうことやねんそんなわけない、お前の髪の毛うんこだから。違うわほんま、逆に何とおりいつもうんこ頭に乗っけてんのよなわけないやろ、うんこはどんどん縮んでいくって、ね、なわけないやろ。いやまあとりあえずちょっとじゃあ無事できたんで時間ないんでとりあえず今回この動画はここまでということではい、はい、じゃあこっからが僕ら本当のお仕事なんで、まあ、まあどの動画かはちょっとまだわからないと思いますけど、はい、よしじゃあちょっと頑張っていきたいと思います。はい、それでは、スーパーサンクスの俺の方をさせていただきたいと思います。はい。星空にゃんさん、ミルクさん、星空にゃんさん、ナホマロさん、ミルクさん、イトイク XYZ さん、チズさん、クミコさん、チズさん、FSDJO2 さん、山尾聖子さん、モンジジさん、M さん、ミルクさん、ピロピロさん、ウェンディさん、戸田千鶴子さん、アリンコさん、花クソちゃんさん、吉田ゆきえさん、山尾聖子さん、俳優ごじもんさん、テトフさん、シンクさん、工藤エリナさん、白猫恵子さん、サブコさん、山尾聖子さん、ニャオンさん、ソラ&マメさん、ミルクさん、プレアデス姫さん、ユーミンさん、シエコ・ハスヌマさん、ナオアキさん、FSDJO2 さん、安藤夏さん、ウェンディさん、ゆであずきさん、MK さん、テトフさん、俳優ごじもんさん、ウェンディさん、山尾聖子さん、ナオアキさん、ソラ&マメさん、ミルクさん、戸田千鶴子さん、吉田ゆきえさん、高倉ポンズさん、安藤夏さん、FSDJO2 さん、ユーミンさん、シンクさん、工藤エリナさん、ミルクさん、俳優ごじもんさん、安藤夏さん、直明さん、高倉ポンズさん、ジュンジュンラブバードさん、三田夢子さん、ゆであずきさん、FSDJO2 さん、吉田ゆきえさん、テトフさん、マイセコさん、クミコさん、白猫ケイコさん、サブコさん、ウェンディさん、山尾聖子さん、佐藤由紀さん、ソラ&マメさん、あやさん、アリンコさん、ユーミンさん、宮地村野さん、チズさん、戸田千鶴子さん、ミルクさん、FSDJO2 さん、白猫恵子さん、俳優ごじもんさん、吉田ゆきえさん、テトフさん、アリンコさん、山尾聖子さん、ソラ&マメさん、以上の皆様、今回も本当にありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、5月終わったけど、うん、なんかほど忙しくって気がするんだ。まあまあもうなんか毎月言ってるけどな、うん、結局はなんか特にでも5月が最後の方がもう死ぬような気がした忙しくて記憶があんまりねえもん、うん、もう終わったのみたいな感じだったな、まあ、この動画がでもあれかな、まあ多分このゴミ拾いの前日は暑いね、うん、もう久々の心霊じゃないプレミアを上げさせていただきました。皆さんがその、特に山中さん元気になってくださいっていうこといろいろくれたんで、おしゃれにくれたんで、ちょっとそれで息抜きを。いや、正味ほんと、もうだいぶパワーもらってるよ、もう。いや、そうだよ。いろんなこと最近して。うん。すごい。いや、これでね。結構食欲も回復してきた。ああ、いいな。なんか、うん。うん、いや、大事だな。だいぶ。これで、ね、なんとか元気に戻れたらね。うん。ね、うん、
いやーまあちょっととりあえずこの車中泊6月とかの時点でもう危ないんで、ね、だって俺汗すごいよ。いやもうやべえよ、ね、うわほらやばいやばいほら、だからどんだけ撮影が過酷かっていうのは山中の髪の毛のベタベタ具合で分かるから大体の。いやでも、過酷なロケはもう大体山中の汗が髪が油まみれになってるっていう。で油じゃん、汗や。何や油ってまみれになってるっていうのをね見ていただければと思いますが、まあちょっと今回もねこんな感じであんまりやってると車の中は蒸し風になるんで、うん、そうやな、ちょっともう、うん、移動しよう。そうな。いや、でも本当に今回もね、皆さんのおかげで。はい、本当に皆さんのおかげです。本当に。いい息抜きできましたし、ね、本当に、ね。ゴミ拾いもできました。うん。ありがとうございました。これがね、ちょっと見せますよ、今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでください、これ。いや、これ通りたくねえわ、こんなん、おい。おぉおぉやばいやばいやばい。これはいいなぁ。